はい、こんばんは。2016年8月の30日。火曜日ね、8月の30日火曜日。そうね、生徒さんになりたいと思います。今夜もね、YouTube ライブやりますね。そうね。YouTube ライブ。はい、こんばんは。もう早かったですね、もうね。今日も YouTube ライブね、やりますよ。風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上涙もろい過去がある。止めど流るさやか水よ、消せどもゆる魔性の潮。あんなに好きな人に出会う夏は二度とない。人は誰も愛求めて闇にさまよう定め。そして数なくて女自身涙枯れるまで見つめ合うと素直におしゃべりしてしまう。津波のような寂しさに愛の怯えてる。巡り会えた時から魔法が解けない。鏡のような夢の中で思い出はいつの日も雨。夢が終わり目覚める時、深い闇に夜明けが来る。本当は見た目以上打たれ強い僕がいる。泣き出しそうな空流れて波に漂うかもめ。きっと夜が差し大きく追い旅立ちを胸に、人は涙見せずに大人になれない。ガラスのような恋だとは愛の気づいてる。今心も愛しい人しか見えない。悲しみに耐えるのはなぜ。見つめ合うと素直におしゃべりできない。津波のようなわびしさに愛の怯えてる。巡り会えた時から夜まで一息で、鏡のような夢の中で微笑みをくれたのは誰。好きなのに泣いたのは
なぜ思い出はいつの日も雨。はい、こんばんは。今夜もね、坂本さんとね、津波を歌いました。2016年18月の30日、火曜日の生存確認、今夜もね、いつもの夜3時まで生存確認したんです。こんな風に話してます。はい、今夜津波ね、はい、こんばんは。どうも、はい。こんにちは。今日も YouTube ライブやってます。どうもね。ラインさんどうもね。まあ今日も YouTube、よかった YouTube の方でね、どうもね。え？大丈夫？はい、どうも。ラインね、走るの大丈夫ね。音声大丈夫ね。入ってるね。はい、こんばんは。大丈夫、大丈夫。はい、こんばんはね。どうも。発信ですね。どうも。いい感じだね。はい、どうも。さて、今日も飲みましょうか。うん、今日も飲もうかな。いい感じね。うん、いつもね、さりげなくこんな風に配信してます。あ、もうそ、30日、明日にしとかなさいよね。じゃあ飲もうか、今夜も。男たちの、3日目かな？はい、3日目です。これね、こういうことです。いつぐらいがいいんだよね、そう、これね。男たちですね。もうこのままいつも通りこの夏場だから、ね、このまま冷蔵庫で冷やしてますんでね。いい感じに冷たくなってます。ああ、いいね。はい、乾杯。今度ね、スマホだけ持ってこたいんだ、あれ。アウトドアでやるときさ。ね、そのためにね。ちょっと前にパソコンの充電用に買ってもらった。あったこれね。ポータブルチャージャーってやつね。うん、まあ、パソコンもできなくもないんだけどね。やっぱパソコンだと自転車で、ね、もうスマホがすごいこれ。それ、満タン充電で、そのフル充電で、ね、2回弱ぐらいできるからね、これね。だから、ね、十分、1泊使うと十分使うと思うんで、これ持ってって。うん。魔法1台であって。これ十分だね。前にね、ミニノート一番最初買ったかな。買ってみたんだから。でもやっぱめんどくさくて使ってたかった。今 USB で、充電できて。今度持ってって、こうしようかなと思って。もう荷物探すもんね、キャンプあったら、特に登山ですね。登山もパソコン持ってるな。大変だよ、パソコン。これとスマホ持って、あのコードあれば、それで十分だ。登山の時配信無理だからさ、ね、配信できるのはさ、先頭取るくらいかな、大体。そのセリフもだったら大体、僕大体。あれ、コード、コードとか持ってるの持ってわかんないけど、大体ね、あの、75ヤード、下ぐらいまで、ね、はい、75ヤード、胸にあるでしょ、サテスラの、あそこの。サテスラのとこまであるから、多分1000メートルぐらいだと思う。1000メートルぐらい。コードで言ったら、1000メートルぐらい。だからね、あ、携帯全部届くから、あとは入らないから、県外だからさ。うん。それで配信できないんで、センターから一応録画して、それで、ね、それで、うん。じゃあ、下の、タンクは入る。僕、動くのね、やっぱ、体力ないから無理がね、歩きながら撮影できないんで。でも、すごいな、野間さんとか見るとさ、同じ熊本、2、3年前の時にさ、野間さんが家族でさ、熊本さん行って動画撮られてたけど、すごいと思う、結構。撮影しながら歩いてね、すごいなと思っちゃった。あの、動くのができない、あんなの。あんな。さすがやな、あれで体力あるね。みんなそれを、野間さん以外にもさ、
でもすごいよね、仕事の場とかさ。そんな人が撮影してんだ、まだカムパパさんとかさ。すごいよね、本当に。結構すごいなと思う。配信したいもん。よく、結構体力あるんだと思うよ、ね。うん。どうぞ見てない、それね。それじゃあ、あ、でも、車、あ、僕ね、あ、でも、あれはみんな車だからね、車、あれ、沼さんはあれ、公園駐車場まで車で来てるからな。全部車だかもしれないね、本当に。全部、家から全部持って稼いでたら、多少その部分もあるかもしれない。ね。ああ。そういうのいいよ、本当に。やっぱり楽しみないように。日比さん20代と比べてるから、でもあそこね、いろいろ、やっぱ日比さん先端無理みたいにね、寒いからかな、でもね。まあ確かにコード考えたらね、コードを、日比さん3800ぐらいでしょ、あのコードだったらね、杉もないとね、もう、5合目からでも、あれ、杉、段階で多分、小本の山の、あれ奥多摩ぐらいのレベルだからね。それは寒いのも、ここの半分の段階でね。うん。だからもう、ここまではもう一日優勝、頂点だけの、ね、気温はね。そう。ここまで、だから5合目で、たと10度ぐらい進むんだもんね。そうでしょ？冬場だとこっち10度前後だもんね。こっち最高気温って、8度とか、ね、そんなもんだもん。10度下がると、まあ、当然焦点から。まあ、冬場でも暖かい時は、大丈夫で、ちょっと、こういう、ね、そうですけど、だから、想定させると。うん、だから、空気の場合は、奥多摩小屋とかさ、想像なんかも、水路だと、大体、想定かな、ね、水路ね。うん、今、まだ夏場ちょうどいいんだからね、夏場は。そして、夏場のまだ30度ぐらい暑い時でも、20度ぐらいだからね、奥多摩小屋。ほんと、まあ、上が立ち止まったら、やっぱ、合ってるよね、ほんとね。ほんと、20度ぐらい。冷房の設定でも20、だいたい25度ぐらいだもんね。うん。それよりも、しかしとね、寒がりも寒いかもしれないね。うん。暑がりは20度にちょうどいいけどね。うん。だから夏場ほんと、いいよほんと。冬に、当たり前だからね、当然だもんね。夏場、まあ、登ってて暑いのに体を使ってくからさ。うん。でも夏場はほんと涼しいよ。下より2000メートルぐらいだったらさ、10度ぐらい下がるからね。高尾山も600だから、だと3、4とか、まあ、3、4でもやっぱいいかもしれないね。高尾と比べるとね、ベースに動くようだね。3、4では大した差ないけどね。こっちに真夏で下で、もう、だと30度以上いるからね。33度で、ただ上でもそれが30度ぐらいだもんな。そう。まあ、それは、まあ、うん。水は本当、水だからさ、例えば、ま、あれ、温度もだるけどね、やっぱね、僕は言うけど、僕の肌がさ、日焼けが怖いからね、あれね。もともと色黒がいいけど、僕は赤くなっちゃうからね、本当に。色がすごいけど。海辺だと本当に非常に赤くなっちゃう、海辺行くと。だからもう山の方がいいね、やっぱり。うん。普段の基本はね、いつも一人だからね、一人でいいんだから、自分のペースで登れる。それなんだよね。一番普段の怖いのはさ、何人かで行ってさ、みんなを合わせようと思って無理しちゃうこと。それが危険だって、自分のペースに行って。普段の基本、それ、で、富士山もそれは言えるよ。基本一人そうだ。だからそのため一人で登るためには、自分自身で、どこを通るのか、登るのか、把握していかないとね。うん。基本一人。ね。一人だからね。うん。そうです、一人だ。だから自分のペースで登れたら、自分のペースを崩しちゃった時にさ、登らんと危ないわけよ。うん。ね。そう、あんまり言わないけど、そう。だからね、僕はそういうふうにしてる人が多くて、まあ、います。誰かに言うと、合わせなきゃ大変なことになっちゃうからな。あ、こんばんは。今日はいつも通り、パックだけで、冷蔵庫のこの場所で冷蔵にして、まあ、無理しない自分のペースであること。あ、ま、万人がいる。3年、井上さんだもんね。
まあ、すだれ作る前にも一杯飲んじゃって、一杯飲んじゃったな。さすがに作ってくる。まずは一杯。だから僕はね、雲取山で飲むのに2杯、飲むのにね、2杯、登って帰ってくるの2泊3日ね。うん、だから僕、それが僕に合ってる。75円ぐらいで一泊して、で、次の日、ぐるーって行って、頂上行ったり、で、一回戻ってきて、降りたところの奥多摩川でセンターに行く。もうそれに通じて、帰りはそのまま降りて。僕はそのペースはいいよ。帰りとなると一日で行けばいいと思うけどね。うん。どうしても朝の9時ぐらいから見るとね、結構辛いんだ。一番最後、奥多摩川まで一日で行ったら、ほんとね、何時頃行ったの？何時頃？もう遅いからさ。3時か4時か。こんなもんかな。ちょっと疲れるよね、3時ぐらいだと。朝9時過ぎかな、9時過ぎかな。もっと早く登ればいいと思うんだけど、僕、荒川区に住んでからさ。荒川区はどうしてもちょっともう、結構日が暮れるぐらい電車に乗ってもね、奥多摩駅行って、そっかバスで行ってね、鴨川区間に行って、だいたい9時ぐらい出してんだよね、日が暮れてもね。荒川区の方からね、電車乗り継いでさ、奥多摩からバスで行ってもね、だからどうしても過ぎる。そっか、ちょっとさ、奥多摩越えで、3時ぐらいだからね。それでちょっと辛いからさ、それで、一番最初はここで一泊して帰ってきたんだ。ただ一番最初は、ね、症状、うん、そう、症状行かずに奥多摩越えまでね、帰って、ね、この間、お盆休みの時、症状が来たかったんでね、一回ぐらいで、7時ぐらいまでにして、うん、一泊して、次の日、7時ぐらい経って、奥多摩に、あれ、雲飛山の登場まで行って、うん。反対側の雲飛山を見てきて、どんなもんかなって、それでまた戻って、奥多摩側に行ったし、うん。そうです。で、帰りはね、やっぱ帰りは、それはやっぱりほんとね、帰りほんと、帰り時間だもん。もう、ほんと、この間早かった帰り。4時間かかなかったじゃないかな、ほんと。ね、ほんと早かった。3時間ちょっと、3時間だよってことだ。うん。4時間だけど、4時間あれば大丈夫かな、今ね。だから、7時小屋で、今度はね、7時小屋メインにして、一泊も7時小屋で、次の日さ、奥多摩をさ、歩き回ってまた7時小屋戻ってって、また一泊して、次にそういうのもいいかなって考えてる。今度の奥多摩配信、奥多摩登山者とかさ、この時さ、行かないでさ、最初に7時小屋にまず一泊して、次の日、あれ、7時山を登ったりさしてさ、他の方もあって、いいね。それでまた戻ってきて、7時小屋。あそこはほんと、ちょっと小屋だからさ、あれ、ちゃんと平らなとこで、テントで飛びやすいんでね。そうでもあるしね。あっという7時小屋で、協力しに行った募金箱があってね、結構あそこトイレこじめでいいやとかね。一応いいね、髪も切ってもいいしね。奥多摩小屋のところのトイレはさ、髪は捨てらんないからさ、横の、なんだっけ、ボックスに捨てる感じ、あれはちょっと読んでるからな。うん、あれ、7時小屋はあそこいいよ、トイレがね。うん。あと水もすぐ一緒に水場があったらさ、奥多摩小屋はね、水場までね、まあ往復10分はかかっちゃうからね。まあ10分あれば積んでくれってことね、だから。まあ、テント箱どこも来ませんね。7時小屋でも、奥多摩小屋でも、山頂から、三峰側にちょっと下るところ、ふもとり山荘も500円と曲がった。500円。ビールは1本500円ですね。2本で。いいよね、あれ、テント箱最高。うん。まあ、山だからね、もう今日は開催なんだけど、動画だけ撮ってね。また行こうから、冬になる前にもう一回行こうと思う、奥多摩小屋。10月ぐらいかな、10月。行こうかなと思う。あ、そうか。10月の決める、あるね、シルバーウィークの連中あったら、俺一回、行こうかなと思った。あるよね、シルバーウィーク。シルバーウィークって。そこ連中っぽいよ。だから、もし連中あったら、あれ、やんないかな。うん。行きたいね。10月ぐらい、10月。住宅でもう一回ぐらい奥多摩行きたいな、テントハウス。それ以外一番休みの時は、練習の時は、一泊キャンプ行ってくるよ。
OK, 可以。じゃあ、2杯目いこうか。今日の2杯目いきます。飲むね。いいでしょ、飲む。飲むね、飲む。この写真だ。ありがとう。はい、乾杯。いや、そんなに、そんなに作ってますね。こんばんは。あ、伊藤さんのどうもね、今夜もね、お話飲んでます。もうこれ2杯目。いや、それを作ってるつもり。まだ作ってないの。ちょっとつまみ作ってくんね。今日は炒め物。炒め物をね、チャラッチャラッと作ってきますんでね。炒め物チャラッと。今夜のお酒、今夜のお酒、今夜のおつまみのように、いつでもの塩炒めです。はい。今夜の塩炒め、見えたな。かまぼこ。かまぼこね。これ、ゆず皮のこれ、ね。これ、ひっと。かまぼこがね、このぐらいの大きさに切ってね。で、だいたい1本入れた。15、こんぐらいね。こんぐらいの大きさで。だいたいこれで。あれ、かまぼこで1個分、2個分。だいたい15万円ぐらいにします。それと、
し人が下手くそ洗って下手くそ半分食って。うん、まあ、渋滞だ。そのままこいつ魚先に入れて、その時塩も適当に好みの量食って、調味料それだけ。適当に最後はコンクリしたら焦げ目ついたら、シシトウ入れて炒めて。うん。かまぼことシシトウの塩炒め。うん、いいね。でも、辛口とは書いてあります、これ。はい、ギリギリさんどうも。今日はね、かまぼことシシトウ。かまぼことシシトウの塩炒めで。で、日本一コップだって。当然、今日のお蝶は100円ぐらいで入れるから、それ安い。うわ、いい料理だ、そのぼこの殺し。あ、シシトウだな、この香り。うん。塩、うん。そう、味付けは塩だけ。かまぼこ入れたときに塩を塗れば、二つ目ぐらい入れてます。あと、それで一応、ちょっとかまぼこの焦げ目ついたら、こうね、シシトウ入れて、適当に入れたい。これで十分だ、これ。さっきの前、塩をつけないでいいや。一緒にたら辛いのがたまにあるからさ。うん。それ、今じゃいいかもしれないけど、今日は塩だけだ。うん。そのうち七味ないんだけど、一味はね、大体ね、一味はいつも買ってんだよね。一味ね。一味はもう買い落ちしてないからさ、ないから。一味しか買えない。うん。うん。まだね、かまぼこ。これ、ゆうつはゆうずきかまぼこ。これ、セールで100円しないとね、70円ぐらいで買ってました。一生もこれ、ちょっと30円ぐらいかな、この間。100円ちょっと。これ一人で150円ぐらい。まあ。でも、一人ならさ、辛いのあるからね。そうって、だからたまに辛いのあるでしょ。辛さはこれで大丈夫だから、一生だから。うん。うん、塩だけで今日は。お、今辛いのちゃった。いいね。そう、かまぼことシシトウ。そう、次男もそうだよ。サチトリアルでーす。サチトリアルでーす。うまい、かまぼこ。うま。でも、だいたいこんぐらいついて、だいたい一本の皮をむいたんで、あれで、あれでやったら15キロぐらい。これ、待てね。あ。よし、そう。いいね。でも、買い持ち。前、この間に一つ、おとといか一つ買っといた。皮を持って前かな、やっといて買って。いや、でも買いですね。うめえじゃん。一度かまぼこするかね。うん。うまいね。あ。うん。実は普通にさ、半分使うと。下手な手でさ、上がった後手で、つまんで、あとちょっと半分。やっぱりこっちの方が音いいね、こっちの方がいいですよ。YouTube ぐらいで。
うん、もうこれ2杯目だからね。うん、なんかいいね。安いよ。安いそうで買ったね、三国はね。水さえしないもんね。はい、1個買って、炒めもうまいよな。うん。でも、もやしもいいね。うん。もやしなんて足が速いからさ、もやしってさ。あれね、ほんとだね。かゆってもできないやん。食べたら辛いのね、もやしって。結構すぐすっぽくなっちゃうんだよ、あれ。もやしって。早いもん、あれ。あれはもやしはね。これ、人はさ、これ、そうか、もちろん買ったのかな、うん。じゃあ、どっかでそうやって、辛って思って。もやしは好きだけどね。食べたいのに、食べるときに買わないとね。安いなって、また買ってもさ、ラーメン屋とかだったらさ、ねグリップ使うのよ。普通の家でもやし食べる買っても食いきれねえからさ、悪くなっちゃうからさ。でもやし、すぐ痛んじゃだもんね。すぐ寒っぽくなっちゃって。日本からね。もやしはね、それだよね。食べるとき買わないとね。それだよ、そうだよ、もやし。そうそう、もやし、そう、10円。大黒屋がそうよ、大黒屋大体。10円台です、大体。もやし、10円台。ね、大黒屋。昼間頑張んなくて。うん。もやしは室内だからね。ね。室内サーバーだから、天候左右されない。それはいいんだよね。うん。だからさ、ただもやしはね、食べるときに買うのね、もやし食べるとき。ね。今日もやし食べるからさ、ね、買う、安いからって買っちゃダメだよ。コストタイプがすごいね、しこたじゃないやつって。まあ別に僕はいいよ。前いつも言ってるの、家路でさ、まあネタ絵を描いて、出荷して動画作ってる、別にもう困らないからさ、いつも言ってるように、こうやってさ、動画配信、動画アップするからにはさ、そんなもん覚悟の上なんで、好きにやってくださいだから。わかった？うん。さあ僕は、だからそんな意味、どうも思ってませんよ。うん。それがだよ、僕がこうやってさ、自分がやりたいように動画アップ、動画配信やってるからさ、それやるからには、そんなもんは適当にならないでね、僕はそういう人間です。でも何かけても構わないから。その覚悟がなければね、ネットを楽しんでいけないし、動画配信、動画アップやっちゃいけない。これ大事なこと、大事。これからね、インターネットで配信とかさ、動画アップした人はさ、この辺は覚悟だよ。絶対いるからさ、こんな僕みたいにさ、登録者少ないところもさ、いるんだよ、ほんとにね。うん。そんなもん別に適当に流せるような人じゃないからよ。何されたって。それ、いや、そんなことやられて当たり前だから、そんなもん。関係ねえから、やられて当たり前と思ってください、別に。そんなもん。うん、別に。どうってことねえもんなもん。家石でさんがさ、僕を使った動画を何を作ろう、関係ねえし。決して作りたい人は作ってください、ね、関係ありません。うん、これが大事よ、これ。別に。よほど暇人じゃないと誰も見えないよ。よほど暇人じゃないと、家事の人の動画なんか見ませんよ。僕なんかが仕事で疲れちゃったからさ、そんなもん見てる余裕もないよ。うん。8で、配信するだけでいっぱいいっぱいだもん、と。仕事で疲れてる時なんか。で、配信するだけでいっぱいいっぱいだもん。だから、2チャンネル見てさ、悩むのはさ、よほどいい証拠、時間がある証拠でしょ、あれ。だからもう2チャンネルなんか見てる時間ないやんなの。仕事してたらそんなの見てる余裕ねえよ。ね。
そうだ、テレビで見てさ、こんなこと書かれたって文句言ってるのはさ、いい、時間がある証拠だよ。時間がないよ、普通の人はさ、仕事から帰ったらさ、まあ、洗濯したりさ、用意したりさ、そういうことあるもんな。そんなもん見てたらね、無事から話したよ。うん、そうよ。だからもう、テレビ見てないだろうって、もう。ネットの始めの頃見たけど、あの頃はネットかないんだ、あれ、あれ。そう、いっぱいいっぱい、そうよ。普通に人でしたら。そうですよ、始まらないから。チャンネル見てさ、いろいろ悩んでる人間はさ、よほど暇だと思う、僕はそう思う。僕を言わせればさ、チャンネル見てさ、自分のこと変な風に書かれてるってさ、悩むんだったら、そんな時間があるんだったら、本を読めって言いたい、僕は。ね、くだらね。チャンネルってそういうもんなんだよ、ほんとに。いろんなことをさ、いろんな物事をさ、聞かって書くのか、ああいう掲示板なんだから。ね、いいんだよ、何か書いて。で、書いてた人から、自分のこと書かれて嫌な思いするのに見えちゃいいんだよ、ね。そうよ、バカ見る。テレビもそうよ、ほんと。バカ見ない。テレビ見るんだったらさ、どうしようしろって感じがする、僕は。うん、まあいいか。それは好き方だ。うん、そうそう、うん。自分で読むってこと。これすごいよ、これ。読書のいいところ。特に文芸読書ね。文芸読書のいいところ。文芸読書は自分が映画監督でもあり、演出家なんだ。で、出演者になる。ね、本を読みながらさ、自分の中でさ、知ってるさ、有名人のタレントさんを、大体そうやね、大体本読む人って。自分の中で設定読んでんだよね。そうよ。それそうですよ、読書の面白いよ、あれ。読み手がさ、ドラマ制作者であり、映画制作者で、どうしよう。あれがいいんだから。それは読書、文芸読書の面白いところ。本をその文芸を読みながらさ、自分の中でさ、この俳優さ、この婚約に当てはめてるんだけどさ、あれがいいんですよ。うん、面白いじゃん、あれ。うん、例えば僕、坊ちゃんなんか、まあ一般的に有名な人として、夏目さんの夏目漱石さん、坊ちゃんある。よくあの坊ちゃんの場合ね、山嵐はね、よく当てはまるのね。うん、福原正治がな、あなたも山嵐ですけどね。あと自分のさ、知っている有名人とかタレントをさ、ハーサーってさ、それは面白い、それ。それは、読書の楽しみの一つだと思うんだよ。文芸読書の楽しみの一つ。出てくる登場人物とか、自分の中でさ、有名人が手を挙げてるのを読むんだよ。それは面白いぞ。もうそうやって中学高校の頃が来てからね。うん。持ってて、うん。そうだって、僕はこういう人間だからさ、チャンネル権なかったんだよ、チャンネル権が。好きなテレビやってるさ、見たいテレビ見れなかったんだよね。どうせ見たいテレビ見んだって番組なんだったらさ、ってことで、本読むようになった。もうそういう人間。こういう見ての通りさ、みんな勝てない人間だからさ、全然チャンネル権なかったわけ、実家でもさ、見たいテレビ見たい、自分が見たいテレビ番組見れなかった。で、そんだったらテレビなんか見ねえやつになって、ラジオで本読むようになったわけね。いや、それもいいと思うよ、うん。バーガーみたいなテレビ人間だって、くだらないからテレビなんか。そうそういうの。チャンネルでなかったんだよ、チャンネルで。結局あれだもんな、あれが見たい番組で。あれにはかなわなかった。でもそれはしょうがないで、僕、へえ、へえと思って、好きな作家さんの文句本読んでた。
これは勝彦さんの読書、どう読書ですね。でも本読むときにいろんなものを考えてた。本はいいよ、読むと。今の僕はさ、今44歳。本を読むときにいろんなことが分かる。生きるって何なのか。そんなことが分かるからね。うん。うん。だから読んでるときにいろいろ考えるからさ。うん。いろいろ考えるんだよ。さて、また飲まなきゃいけない。もう空っぽだね。3倍に打とうか。3番目だとさ、これ最後にしようかな、3番目。はい、乾杯。江戸小説はね、池波正太郎さん。あれ、池波さんはね、面白いぞ、あれ、ほんと。池波さんが言うと。江戸小説って言うのも面白い。あ、こんばんは。松野塚さんどうもね。うん。今日はね、もう3本ぐらいだよ。かまぼことね、うん、どうかまぼこと。キリストの炒め物。キリスト。そうだ、かまぼことシストの塩炒め。かまぼこは普通の炒めてて、かまぼこを塩炒め。で、シスト。かとって、半分ずつ。うまい。よく豚だ。これ3倍目なんでね、3倍。かまぼこの目や。うん。醤油は言うても醤油炒めね。うまい。で、シシトウ。今日はシシトウだけだ。うん。うん。うん。え、これね。ねえ、だし。うん。歯応えいいね。うん。うん。うまい。うん。で、最後のシスト。今日最後、シスト最後。うん。うん。うん、うん。うん、おすがいいね。どこどこ、これで最後では。また明日行こう。また明日があるね。うん、大丈夫、うん。うん、大丈夫、ないか。まあ、それぞれお互い様、これ大事よ。みんなお互い様だからさ、ね。それ忘れないように。ね。じゃあ僕の動画には多分、お互い様多分よ。忘れないように。
みんなが高田様だからね、うん、この世の中にいろんな人がいっぱいいますが、もうみんなお互い様よ。いろんな人がいますが、いいことしかしない人もいないし、悪いことしかしない人もいません。人間はね、いいこともするし、悪いこともするんだよ。ね、うん、それは忘れないように、お互い様。その政治家でもそうじゃないんですね。そういうの。そうね。そうだよね。小池さんならそうだよね。みんなそれなりのことは行くんですよね。そうはラインだよね。そのライン。こっからはこれ以上やるけど、ラインだよね。でも、おっぱいはいいよね。おっぱい見たい人はさ、ソープランで行きましょう。一生懸命働いて。ソープランで行けばおっぱい見れるよ。若い子の。ねえ、ソープランド行こう、おっぱいみたいな人。ソープランドいいとこだよ。そこはさ、そこだよね、あれね。ソープランドはさ。で、女の子の、ベーラで出るしさ、可愛い子でさ、自分の下半身をさ、洗ってもらったりさ、すごいとこできるんだよね。ねえ。あれ、実際じゃねえね。ありえないもん、あのこと。まあ、恋人は別だとしてもさ、うん、ないもんね、あれ。普通に来て、ソープランド以外でさ、お年頃の女の子にさ、自分の下半身をさ、洗ってもらったりさ、仕事してもらってるのって。絶対このソープランドにしかないもんね。うん。まあ、そういうのもソープランドですごいと思うよ、あれ。あれすごいよ、あれ。まあ、ちょっとサービス料という、サービス料として1万5000円くらい。かかるけどもさ、あれ、うん。そうださ、電車とか、どうしてもちょっとね、電車とかでするの難しいんで、いかない。子供持ってないからね。うん、車でも行きたいなと、夢だもんね、この、YouTube のさ、その動画でもさ、プロキャンプでどうして、夢だもんね、そう。どうして、検索したけど、結構ね、歩いていくのちょっとね、辛いんだよな、ね、うん。だから、ね、だから僕行くのはね、埼玉とか群馬の、あの辺のやつ。山梨はちょっとね、遠いよ、あれ。大変だよ。でも本当に、宝くじが当たったらね、もし宝くじで1等当たったら、僕は、ソープランド行きたい。いいよな、女の子に当たってもらって。たまんねえよな。たまんねえ。うん。ああいったソープとかフィーが当たることっていろいろあるからさ。うん。いいよ、やっぱ。うん、ほんと分からんったら、ほんと毎日でも行きたいもん、ソープランド。でも、ないから行けないよ。毎日なんか行ってらんねえや、あれ。入場事業とサービス業で今ぐらい行きたいもんな。うん。当たったら、今当たんないよ。多分当たんないよ。だって買わないから。サービス業は宝くじ買わないけど。宝くじ買わないもんな。たまにさ、宝くじ買うけどさ、こんだけのもんと。すぐ買わないもんな。宝くじ買うんだと僕は鳥から買う。なんて現実的なんでしょ。宝くじ買うんだったら僕はその分鳥から買う。うん、するよ。うん。今日も寝る前にね、下半身は広いしとくよ。うん。鳥から安いもんな。バカみたいな宝が宝が、僕の父親の方だったら、バカみたいな宝が、ね、宝くじ買うぐらいだと、鳥から買った方がいいじゃないか。鳥から安いもんな。いつぐらいのスーパーでも高めだけど、70円ぐらいで買えるもんね。あ、ね、はい、こんばんは。いつもね、これ飲んでまーす。日本酒。
何だっけ、今日はもうそろそろ終わろうかな。何で終わろうかな。何がいいんだ。また明日頑張りましょう。それでは、水曜日。今日の魚はね、かまぼこ、今日はね、そのね、かまぼことししとうの塩炒めで、もう食べ終わった。今日は動画見せない。わかった。ごめんね、もう食べ終わった。次はね、今度、今週末多分土日休みだったりします。土日休みだったら。今週末ね。大事だから、土日休みだったら行きますよ、ちゃんと。うん、そう。わかりました。でもまたね、今来たやつは動画見てください。また毎日やってたらまた明日。明日も仕事から来たときでやってますんでね。おやすみなさい。ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。じゃあ、スイッチも、スイッチもから先にやろうかな。じゃあ、おやすみなさい。